皆さんこんにちは。9月5日の土曜日、ただいまの時刻は、もう夕方前の16時20分です。東村山駅前の今日のカルガモですが、カモの他にもまたハトもやってきてますし、結構にぎやかな雰囲気です。もう本当に、ね、いつも言ってることですが、もうどの子がどの子なのかがさっぱりわからんですね。もう、まあ、かろうじてこの子が子がママかな。でもこうやってね、混じっちゃうとね、もう本当にわかんないですよね。飛んだ。飛びました。でもね、まだ他の子飛べないので、まあ、あの子が、まあ、飛んだのはこの子なんですけど、この子がママなのかなっていうことになりますよね。ママなのかな。今飛んだ子はこの子です。あ、いやいっぱい飛んでる。ちょっと移動しますね。いや今飛べるようになってましたね。わ、ということは、いつの間にか飛べるようになってました。今日は9月の5日なので、あと1週間ぐらいかなっていうとこですね。もうこうやってね、鳩に混じってカモとハトと、もうわけわからないようなこう状態です。カモ3羽にハト3羽。喧嘩はしないですね、やっぱりね。平和の象徴とは。あ、本当に飛べるようになって自由自在ですよ。もうそろそろ巣立ちの日が近そうな。カルガモの一家の様子を、今日9月5日土曜日もお伝えいたしました。よろしければチャンネル登録や高評価などもぜひお願いいたします。ではありがとうございました。